はい、皆様おはこんばんちは。 DJ ユークタイム、ビデオブログのユークチューブのお時間が参りました。お相手のユークスターダストです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、昨日放送されましたアメトークのビーズ芸人を見た感想です。さあ、ビーズブラザーの皆さん、しっかりアメトーク見ましたでしょうか。いやー、もうね、ハイテンションで1時間が過ぎていきました。はい、小杉さんはじめですね、金箔の霧翔さん、キャンさんね、石井さん、前田さん、ハロさん、めちゃくちゃ面白かったですよね。やっぱこうね、見ていてね、ライブ映像も本当に面白く編集してあって、それこそね、あのマジックツアーもカモンツアーもエンドレスサマーも実際にライブ行ってて、まあ、あの井戸の下りなんかもね知っていてね、あの DVD なんかも見てね、よく知っているんですけども、実際ああいう感じでね映像をつなげられると、ほんとね笑いが止まらなかったんですよ。いやー面白かった、素晴らしいですね。まあ本当、それと、まあ、毎回ね、あのライブジムにようこそっていうのは実際楽しみだし、毎回ね、なんていうのかな、どんな風に今回はライブジムにようこそをやってくれるのかなっていうのも、ね、ライブに行った時の楽しみだったりしますよね。あとはね、もう皆さん絶対これは来るだろうなと思ってたビーズの発音ね、ビーズじゃないっていうビーズっていうね、今回はそのビーズの発音から始まるってところに関して本当にね、もう絶対あるあるだったんで、あやっぱり来たかみたいな、そんな感じでしたよね。まあ、今回のこのアメトークの放送でね、ビーズ芸人で、まあ、もっともっとこのビーズのファンが増えたらいいなって正直思いました。あのファンが増えて実際にね、やっぱりライブに行ってみたいっていう、そう思ってくれる人がいたら本当に嬉しいなと思います。本当嬉しいですよね、やっぱりね。いやあれ見て面白かったなとか、ライブ面白そうだなとかね、一人でもいたら嬉しいなと思いますね。まあ、見ていてあっという間の1時間ということで、本当にね時間が足りなかったなと思います。まあ、ビーズあるあるなんてのはもっともっとねいっぱいあるし、もっと紹介したいライブ映像なんてのもやっぱりあるしね、なんていうかこのビーズのファンにとっては、まあ、こういった放送ってのはほぼほぼ初めてに近い感じですよね。まあ、こういうね公式のビーズ特集っていうのも感じですけれども、本当あっという間の1時間でした。小杉さんのね願いのプロモーションビデオのね、水を切り上げる話も本当わかりますし、それこそね当時のファンクラブの解放なんかでもね、そういった足をガーッとっていうかな足をこう蹴り上げる、ね、写真なんかもいっぱいありましたし、石さんからね、黒田さんのねレッドの話も、まあ、出てくるだろうっていうのも思ってましたしね。あとは、まあ、今回ちょっとなかったんですけど、金箔さんのねウルトラファントムのお話、ちょっとこちらの方はさすがに出なかったんですけども、昨年のロックインジャパンのね話も聞けましたし、いやー楽しかったですね。あと見ていて思わずこううわーって声出しちゃったのが、ね、昨年から今年にかけて行われたダイナソーツアーのね、稲葉さん松本さんが実際着ていた衣装でしたね。もうあれが出てきた瞬間に、おおあーっていう感じでね、びっくりしてね、本当にもうあれを見てたら、ライブのねライブダイナソーの映像化もう早くしてよって思いましたね。まあ、あとね最後にね、本当に最後の最後にびっくりしたんですけれども、4月のラウドジムの詳細がね番組内で告知されたっていうことでね、まさかこの番組内で出るとは思ってなかったんでびっくりしましたね。まあ、4月はビーズ芸人ナイトっていうことで、番組内でオンエアされた映像だったりとか、今回出ていた出演者ビーズ芸人の皆さんのね思い入れのある楽曲なんかを今回は、今回来月ですね、来月は選んで、でその選ばれた楽曲の、まあ、ライブ映像を全国各地の会場にて爆音でお届けするということなので、またね来月も非常に楽しみです。実際私はですね、昨年の9月スタートのね、ラウドジムですけども、今のところ1回も欠かさず毎回、行っております。はい、ということでね、本当に今回のアメトーク芸人、い
いや楽しませていただきました。本当にねもう毎週見たいね毎週見たいっていうか、なんだろうね、本当ね1時間じゃ足りなかったし、もう気づいたら もう終わりっていう感じだったんで、いやいい番組をテレ朝さんありがとうございましたはい、ということで、今回はここまででございます。ではまた次回の、YouTube でお会いしたいと思いますので、また次回、お相手はユークスターダストでした。せーの、お疲れー。